ガーデンシティ駅とは、ニューヨーク州、ガーデンシティ村に便宜を図るロングアイランド鉄道の5つの駅のうちの1つである。この駅は、ヘンプステッド支線にあり、7丁目のうちヒルトンアベニューとカテドラルアベニューに挟まれた区間、ガーデンシティホテルの真向かいにある。この駅は2つ、駅舎を持つ数少ないエライダブリューハーの駅の1つである。ガーデンシティ駅は、当初百七十二年に、 ロングアイランドセントラル鉄道により建設され、その後1898年にエライダブリハーにより改築された。歩行者用トンネルが1915年に追加され、大規模な修復工事が21世紀初頭に行われた。ガーデンシティホテルの陰に立っているだけでなく、ガーデンシティ駅はガーデンシティ公共図書館の隣でもある。この駅は、 線路の両側の6.7丁目に居住者用駐車場を有し、無制限の無料駐車場も、付近のスチュアートアベニューのうちヒルトンアベニューとフランクリンアベニューに挟まれた区間に、またオフピーク時間帯に無料の駐車場がカテドラルアベニュー付近の6丁目沿いある。この駅は、高床の端式ホームを2面有し、どちらも有効長は10両である。1番線と隣接する。 北側のプラットフォームは通常、西行き、またはニューヨーク行き列車が使用する。2番線と隣接する南側のプラットフォームは通常、東行き、またはヘンプステッド行き列車が使用する。ここでは2000である。駐車場にあるアレクサンダー・ターニー・スチュアートの共造。ありがとうございます。